皆さんこんにちは。アテインオンラインジャパニーズの N3 コースへようこそ。このコースは日本語能力試験 N3 レベルに合わせた中級日本語を勉強する動画教材です。日本語能力試験の N3 レベルに相当する語彙、文法、読解を学ぶことができます。動画授業の会話の中に N3 の知識が応用されているので、日本語能力試験の準備に役に立つとともに、日本語でのコミュニケーション能力を向上させます。動画講座はネイティブの日本人講師が話していますが、ナレーションすべてに外国語字幕が入っているので、外国人日本語学習者が気軽に勉強することができます。さらに漢字に馴染みのない国の方でも勉強ができるように、画面上に表示されるすべての漢字の上にひらがなのルビが振られています。このコースの勉強を通して、皆さんは次のことができるようになります。 1. 日本語能力試験の N3 レベルに相当する語彙、文法、読解の習得。 2. やや自然に近いスピードの日常会話の内容がほぼ理解できる。 3. 日常的な話題、難易度がやや高い日本語の文章、新聞の見出しが読める。 4. 日常生活の中で中級日本語レベルの会話を理解できる、話すことができる。 5. 中級レベルのビジネス日本語が理解できる、話すことができる。またコースを始める前に次のことを準備しましょう。 1. N4 レベルの日本語能力や初級日本語を事前に習得しておいてください。習得できていない場合は N4 コースを学習してください。 2. 各科のPDF のテキストを印刷してください。テキストを参考にしながら授業を受けましょう。 3. 教材内の文字の表記ルールを知っておきましょう。本教材ではローマ字や日本語文法の表記にルールがあります。それぞれの意味は、本教材をお使いになる方へという PDF テキストをご参照ください。 4. 映像の中に練習のコーナーがあります。学習者には考える時間を与えていますが、考える時間が足りない場合は映像を一時停止することを覚えておいてください。 5. 予習・復習の際には N3 コースの語彙リスト、文法リストをご活用ください。これらも印刷をしておくと便利です。それでは一緒に学習を進めていきましょう。